あんた、またやり込められてきたのかい？母ちゃん、仕方なかったんだ。今回は日が悪かったな。な、じゃないよ。そう言って今まで何回やられてきたんだい？わかったよ。次こそはあいつらを追い返して、そのままあいつらの国まで攻め取ってみせる。それでこそ私の旦那様だよ。しっかりやんな。奴らの国、残さず食らい尽くしてやる。北の炎章を攻める。待て、毛徳。我が軍と炎家との兵力差、お前が一番知っておろう。放っておけば、いずれ家屋は全て炎章に飲み込まれよう。他の雑魚ともども、軍友であるうちに炎章を撃つ。どうする。これで太平の世が来る。人斬りは無用の長物だ。道を求めるだけさ。極めりゃ人斬りの剣も人を生かすことができるだろうぜ。権威を盾にここまでの勢力へと成り上がるとは。ええ、時代の流れを意のままにする、全くもって恐ろしい男です。ですが、曹操は乱世でこそ光る。乱世を超え次の時代を作るのは我々孫悟です。